トミー・ミルナーはアメリカ合衆国のワシントン DC 出身のレーシングドライバーである。14歳の時にカードレースを始め2004年から主にスポーツカーレースで活躍している。現在もコルベットレーシング所属ドライバーの一人として活躍しており、ユナイテッドスポーツカー選手権に参戦するほか、ルマン24時間レース、ベートナ24時間レース、セブリング12時間レースなどの 国際耐久レースにおいても活躍している。このうち、ルマン24時間レースでは、オリビエ・ベレッタ、アントニオ・ガルシアと組んだ2011年、ジョーダン・テイラー、オリバー・ギャビンと組んだ2015年の2度、GTE プロクラスのクラス優勝を達成している。トミー・ミルナー、コルベット・レーシング、web.archive.org、二千二十年七月十三日、閲覧、トム・ミルナー、 レーシングキャリアプロフィールドライバーデータベース www.driverdb.com 2020年7月22日閲覧ありがとうございます